お前にハンデあげてんだよ、スーパーヘビー級に対して。だからキックボクシングですね、面白いですね。皆さんこれで逃げてああだこうだ言ったらもうどうしようもないですよね。はい、いやいや、やらないってダメですよこれ。あそこまで言ったんだから、てめえ何がハグの作品だこの野郎。てめえなんかお前胸大門入れてんじゃねえバカ、このお前に言われたくない、消してんじゃねえこの野郎。本当の漫画のやつだあいつはな。ついにタイソンと内藤いたか。いや、宮部さん30キロ上げないもん、そのままやる、まあ、やるって言ってんだから、やるって言ってる俺の気持ちを考えてください。ここで見せますから、プロアウトサイダーに出てた人間の意地を見せます。それでもう試合は決定です、決定ですね。いやいや、刑事病院だってさ、こんなんで逃がしませんよ俺は。俺の罠に引っかかりましたからね、あいつは。おめえごとき俺が逃げると思ってんのかよ。ああ、見せてやるかって、メナンディングでな。俺飲んでねえからな。まあ、今から飲もうかなと思ってましたよ、軽く。大変だよお前、センズリやって、お前。女の時計、お前、金盗むわ。人間のも恥だな。それ、スーパーヘビー級が、俺に負けたらもっと恥になっかんな。おもしらしてやるよ。格闘技ずっと頑張った人間のお前、意地を。まあ僕はもう出ます、もう決めてましたから。あいつから言ったことですからね皆さん。あとは運営との自分の掛け合いがある、それの試合の、まあ、次か次とか分かんないですけど、それが決まり次第じゃないですか。ちゃんと仕上げますから頑張りますね皆さん。ありがとうございます、ありがとうございます。俺が出ないと思ったのかな、いつね。まあ体重差なしいいですよ、はい、自分出ますよ、はい。練習した格闘家の意地を見せますよ。2分3ラウンドぐらいでいいんじゃないですか、本当に勝負かけんってったら。それぐらい動くんだろう、2分3ラウンドぐらい。まあ、3分3ラウンドで